皆さんこんにちは、松平健二です。自粛期間が明けてそろそろ皆さんも卓球ができている頃ではないでしょうか。僕は、僕は今、卓球を久しぶりに再開して4週目に入っています。やっと体のキレが少しずつ戻ってきたところです。本当に皆さん油断しない方がいいですよ。びっくりするぐらい筋肉痛になるし卓球難しいです。前回初日の動画を出させてもらったんですけど、あれなんてまだ序の口でしたね。その次の日3日目ぐらいからかな、めちゃくちゃきつかったです。もうすぐ筋肉痛きて、まずこことどこだろう、もうとりあえず全身めちゃくちゃ筋肉痛で、卓球ってこんなところ使ってんだっていうところが改めて再確認させられた感じですね。いや本当に苦しかった。2周目はほとんど何もできず、フォアドライブ打てず、バックドライブも打てず、台上できず、それはいつもで、3周目の前半もまだ筋肉痛が治らず、でやっと3週目の後半から木金あたりからやっとまともに卓球ができたような感覚ですね。なので皆さんはぜひ気をつけてやってほしいと思います。久しぶりにできたからといって調子乗ったプレーをせず、はしゃがず、地道にやっていくことをお勧めします。そこでです、そんな自粛明けにとっておきの練習方法、皆さんやってると思うんですけど、その練習方法を僕なりに解説を入れながら、僕の考えだったり僕の動き方だったりを説明しています。ぜひ皆さんの参考になれば嬉しいです。では早速体を動かしていきましょう。練習場に向かって行ってみよう。ではまず初級編の見本2本からやっていきたいと思います。ボールをフォア2球、バック2球です。まずやっぱり足をしっかり動かすことが大事なので、そこを意識しながら、で、あとはまず続けることを意識してやってみてください。いきます、お願いします。フォア2球、バック2球、これの繰り返しです。まずはで、この時に大事なのはまずリズムと、あとはしっかりその打つコースにちょっと体を向けてあげる。これがもしこのままこっち向くと絶対必ずクロスいっちゃうので、なるべくちょっと半身になって体をちょっと向けてあげるっていうのが大事です。しっかり体を向けて、こっちもバックの人です。ちょっと対角線上に体を向けてあげて、お腹の前でコントロールする。これが速くなりすぎるとミスとかの原因につながっちゃうので、なるべくリズムよく続けてあげることをまず意識してください。で、次これがずっと続くようになってきたら、バックサイドを少し工夫します。バック打って回り込んで飛びつく、バック打って回り込んで飛びつく、この繰り返しです。この時に気をつけなきゃいけないのは、バック打った後回り込む、早く回り込みたいんですけど、なるべくしっかりバック打ってから回り込む。この時一番ミス多いのは、バック打ちながら回り込む人がすごくミスが多いので、それをなくすようにしてください。しっかりバック打ってから回って戻る。で、こっちも回り込んで打った後も一緒です。回り込んで打ちながらこうフォアに戻らないように、しっかり回り込んで打ってから動く。バック止まって回り込んで、バック止まって回り込んで打って打って戻る。まずはこれをミスしないようにしてください。で、あとはこれできるなら回り込んで打ってバックで打つとか、あとはもう最初回り込んでフォアで2本で打つとか、自分で工夫して足を細かく動かしてください。はい、足を本当に細かく動かすことが大事で、この2本2本をやるときに初級編で一番多いのが、いい真ん中にこう立って手だけでこう打つ人、こういう人めちゃくちゃいるので、これはすごいミスの原因になりやすいので、手が早く出て、なのでなるべく
バックは体の正面ぐらいまでしっかり動かして、フォアは少し右、まあ右利きの選手だったら少し右前で打てるようなイメージで動いてください。そうするとミスなく続けられることができるので、これが足と股の手だけ出るとミスの原因になるので気をつけましょう。しっかり回り込んで打ってから動く、バック止まって回り込んで打って戻る、またこれをミスしないようにしてください。で、あとこれできるなら回り込んで打ってバックで打つとか、あとはもう最初回り込んでフォアで2本で打つとか、自分で工夫して足を細かく動かしてください。はい、では次は中級編に行きます。さっき初級編ではしっかりリズムをとって軽くたくさん続ける練習をしたんですけど、次中級編、少しドライブを打てる選手用のドライブを打ちながらしっかり動く練習を入れていきたいと思います。で、これは、僕もちっちゃい頃とかよくやってたんですけど、どちらか一方をしっかりドライブかけて試合のような感じで強いボールを打っていくっていうことなんですけど、僕はフォアを強化したいときはまずフォアだけしっかりドライブを打ってバックは入れることをやっていきたいと思います。ではまた2本2本送ってもらっていいですか。しっかりドライブ、バックはつなぐ、でまたリズム取ってフォアはドライブ、バックは入れる、バックはしっかり入れる、バックは入れる。で、これはなんでこうするかっていうと、最初からバックもフォアも強くコンコンって打ちたいっていうのはあると思うんですけど、そうするとやっぱりリズムをまず取るのが難しい、でずっと力が入った状態とかになりかねないので、まずはできることからやりたいと思うので、しっかりフォアでスイングして戻ってまたスイングして、で次バック慌てないようにしっかりまず入れてコントロールして、また次フォアにつなげるっていう練習です。で、これも今フォアサイドだけを強く打ってたんですけど、さっきの練習と初級編の練習同様、バックサイドをバック1本打って回り込むときはしっかりドライブ打って戻るとか、そういう練習もできるので、まずは最初フォアドライブだけでやっていきたいと思います。こっち回り込んでさ、こっちもドライブで、バック来たらしっかりコントロールしてあげて、フォアドライブ、コントロール、ドライブ、ドライブ、っていう感じです。ナイスボール。こうすることによってかなり動き方だったり、自分がフォアドライブ打った後の戻りだったりっていうのを意識できるようになるので、ぜひやってみてください。これバックも一緒です。もしバックダイブを少し強化したければ、フォア思いっきり強くて次またバックも強く打つっていうのは最初多分難しいと思うので、最初はバックだけしっかりドライブ打ってフォアはつなぐでもいいです。お願いします。こうすることによって時間が生まれるので、よりバックを正確にインパクトすることができるようになります。なのでぜひ最初どうしてもフットワーク練習するとぐちゃぐちゃになっちゃうっていう人は、片方だけでもいいので強打して戻る練習をしてみてください。では最後上級編。